おはよう、プロデューサー。あ、やっちった。このさ、深窓の霊場って何？深層の霊場。ほえー。けど、うちにできるかな？その真相の霊場はあまりにもうちじゃないというか、ほら身分とか全然高くないじゃん。そっか、やってみるわ。やばい大変だと思うけどさ、プロデューサーが取ってきてくれた仕事だし。けどどうしたらうまくやれそうか一緒に考えて。それでオッケー。どんどん注意して。いやー、でもさ、走っちゃいけないって結構きついね。あとうち的にはあれもやばいわ。あらあら、それは結構平気でしたよ。うちを甘く見ないでくださる？よろしいですわ。そうそう、うち美味しいものって思いっきり食べちゃうからさ、うちで食べるときすぐ終わっちゃうんだよね。あはは、頑張って直すわ。え？ああ、それはそんなって感じ。うち、そんなに夜更かししないじゃん？だから朝も弱くないんだよね。しない、早く起きた方が遊べる時間増えるし。今日は違うのではなくて？お疲れ様です。あっははでしょ。まだまだ気を抜くとダメなんだよね。サンキュー。じゃあちょっと気抜いていい？
うちの中では違うかな。ステージのうちはさ、なんていうか、あくまでも自分なんだよね。緊張して口数が少なくなったうちがそのままなんとかしてる的な。けどほら、今回は完全に別人で、うちからしたら超わかんない人になるからむずい。まあでもだからって無理とかは考えないけどさ。よし、休憩終わり。もう一頑張りするわ。お、マジで？ラッキー。あ、てかさ、それならちょっと付き合ってよ。うちの従者役やって。ありがとう。仕事終わったよ。今行く。お疲れ様。自分でドア開けていいんじゃん。あどんな話だったん？撮影は楽しかったし。けど、マジで真相の令状になるのは、ちょっとって思っただけ。うちには合わないかな。ちょっと自由がなさすぎて。てかさ、逆にプロデューサーは、もしなれるなら、なってみたい？真相の令状の男版みたいなの。やっぱ好きな時に好きなとこに行きたいよね。自分で選べるって大事。ああ、プロデューサー、今のとこ右じゃなかったっけ？けど、その分超いろいろ気をつけなくちゃだよ。そういうもんかな。プロデューサー、それじゃいつもと変わんないじゃん。音像師？超かっこいいじゃん。
じゃあ明日からプロデューサーのことプリンスって呼んじゃう？お疲れ様でーす。ん？どうしたん？はいはーい。あ、けどさ、この後レッスンあるから今全部答えんのはちょっと無理かも。マジで？サンキュー。どれどれ？だね。ロースカとか持ってないし。楽だからね。あとお姉もそういう服が好きだからってのもあるかも。うちら体型似てるからね。シェアしたりしてんのね。え、そのうち妹とも一緒にシェアしたりしたいわ。あれ良くない？事務所で高いフレッチっぽく食事した時の。うひゃー、食器が超たくさん。一つだけで十分じゃない？マジか。この水超綺麗。花とか浮いてるし。美味しいね、この水。よっしゃ。ちゃんと冬子ちゃんに来てもらいたいわ。冬子ちゃんとか絶対似合うっしょ。バッチリ決めて広い庭でティータイムしててほしい。朝日ちゃんもかなりいい感じだよね。けど嫌がるだろうな。動きにくいっすとか言ってすぐ着替えちゃいそう。やばい、忘れ物。あ、プロデューサー、それ。気になる？もちろん。あれ、お屋敷から出られない女の子の話で。
でしょ？だから気になっちゃったんだよね。そう、外に出ないまま成長しちゃったんだよね。でも、そう言われ続けてきましたけど、本当に怖いところなのでしょうか。どうしても気になります。行ってみましょう。ここがお外なのです。すごい、あちらもこちらもキラキラです。早速町の中を見てみましょう。もしお菓子をいただけませんか。はい、料金、ありがとうございます。助かりました。はい、まあ良いのですか。最新話はここで終わりなんだよね。絶対あるっしょ。あ、でもさ、この男の人少しプロデューサーっぽくない？行動、主人公を見たこともない新しい世界に案内してあげるとことかさ。